ボルネオスパーンバーグ、アムステルダムシャワーバーグプライン、ロッテルダムヘッドホエールハウジングプロジェクト、ロッテルダムウエスト8は、オランダロッテルダムを拠点に活動する、環境デザイングループ。設計事務所、ランドスケープアーキテクチャーユニット。メンバーは、ランドスケープアーキテクツと、環境デザイナーを中心に、建築家、都市計画家、アーバンデザイナー他のデザイナー集団で、 ランドスケープアーキテクチャーとアーバンデザインを中心に展開しているが、ウエスト8は単なるランドスケープデザインを行う会社ではなく、マルチデイシプリナリーなメンバー構成で、コンテンポラリーカルチは、アーバンアイデンティティ、パブリックスペースなど、都市全般に関わるデザインや開発までを手掛ける。都市デザインや大規模公共空間などの、 ランドスケープデザインの他には、ユニークな橋梁やストリートファーニチャの設計も手掛ける。建築家との共同も多く、これまで、リチャード・ロジャース、スティーブン・ホール、ドミニク・ペロー、エンリク・ミラーレス、ノーマン・フォスター、レム・コール・ハース、ヘルツォーク・アンドド、ムーロン、UN ・スタジオ、マッシュミリアーノ・フクサス、MVRDV、ザ・ハ・ハディットなどの面々と、プロジェクトに関わってきている。 名前の由来は、ロッテルダムの風の吹く方向と強さを表したもの。代表のアードリアン・グーズは、オランダを代表するランドスケープアーキテクツとで、デリフト工科大学及び、ハーバード大学デザイン大学院の客員教授も過去に務めてきたほか、ベルラー・ヘ学院た数々の学校で、後進の育成にも当たる。オランダ・ドルドレヒと生まれ。1987年。 オランダワウハ人間農業、大学大学院修士課程を修了し、ランドスケープアーキテクチャの修士号を取得。同年、バンベイクと共にウエスト8を設立した。現在では、建築雑誌、アーチィースの編集や、アムステルダムスキポール空港、ランドスケープデザイン、事務所内のほぼ全てのプロジェクトのスーパーアバイザーを務め、ヨーロッパにおけるアーバンデザインの担い手として活躍している。 デザインのアプローチ手法は、ハイプリッドでマルチデシプリナリーな姿勢で、都心コンテクストに対処するデザインを創造することで、文化遺産に貢献、寄与すると信じているという。その真摯でオプティミスティックな対応から通常では、想像もできないような解決を生み出している。常にローカルなコンテクストと歴史、そしてランドスケープと生態系を参照し、さらに市場のクライテリアや、 政治的現状を盛り活用し、むしろ調査や開発パラメータ、社会的政治的手段で、デザインボキャブラリーを豊富にし、マルチレベルの品質を保証。これが強固なアイデンティティを生み出し、商業投資を促す、精神性を作っていく。ウエスト8のデザインは、ガーデンでも、草花や樹木を多用するデザインとは異なる。前衛的で、ドライなものが多い。都市開発に、 強烈かつわかりやすいコンセプトとユニークなアイデンティティを付与し、規制のではなく時の経過とともに、芳醇さと美しさを蓄積し生み出していっている。ありがとうございます。